野茂が思っていたりすごい。野茂はリリーフ登板だけだった2008年。ダルは、選球だった2015年を除いた11年。ダル引退する頃にはメジャー通算は負け越してそう。イニングに関しては、当時よりも投手分量制が浸透してるのもあるやろね。1試合平均では、どちらも6回と少しだからあまり変わらない。まあ野茂は、完投する時もあれば、キャリア晩年はノックアウトされる試合も多かったから波はあったけど、ノーノー2回は伊達じゃない。野茂って怪我なかったんか。短縮もあるけど、全然登板数違うな。野茂もやっぱりすげえな。今さら知ったんかよ。直球とフォークだけでよく戦えたな。野茂の凄さリアルタイムじゃないからよくわかってない。地味に桜花がすごいな。田中よりイニング投げてたのか。